お前、実はそんな能力があったのか。だよな。やっぱな、もう怒んねえよな、普通。うわ、空から小銭が降ってきた。拾え拾え、よくわかんねえけど拾え。まさか、これも空からの不思議な力。いや、偶然だろう。くしゃみで幸せになれたら人生苦労しねえって。今度は僕にかかった。だから偶然だって言って。おい、お前、あれ見ろ、あの道路に落ちてるやつ。え、どこですか。おお、あれはおつーちゃんの限定版ブロマイド。もらった。すげえぞ新八。空にくしゃみをかけられたやつはみんな幸せになれるみてえだ。もしかしてすごい力の持ち主なんじゃないの、空くん。こりゃうまい使い方を考えねえとな。早速帰って作戦会議だ。行くぞ空。大丈夫、悪いようにはしないから。さあ行こう。話は分かった。あるソラチ、意外に使えるやつだったね。とりあえず一人1万で客を集めてくしゃみを引っ掛けるってのはどうだ。1万って高すぎませんか。明らかにぼったくりでしょう。何言ってんだ、1万で幸運がつかめるなら安いもんだなあソーラー。大丈夫だ、お前の取り分のこともちゃんと考えてあっから。なんだ、今までのことじゃ足りないってのか。イケメンの押し売りが来たって言ってたじゃねえか。ありゃ十分幸運だろ。でもまあ、ソラ君の心配もわかりますよ。もう一度ぐらいテストしてみたらどうですか。テスト、勝った理由仕方ねえな。じゃあソラッチ、くしゃみしてみる。ある。いやいや、待て待て、その前に誰が最初にかけてもらうか決めようじゃねえか。もちろん私に決まってるね。銀ちゃんと新八はもうかけてもらったはずある。いやいやいや、あれは別物だって。人間いつまでも過去に縛られてんのは良くないからな。そうですよね、今回ばかりは銀さんに賛成です。二人とも大人げないよ。ここはやっぱり痛いけな少女カグラちゃんに譲るべきね。幸運を求める心に大人も子供もねえんだよ。むしろ大人だからこそ欲しいあんなものやこんなことがあんだよ。そうそう、カグラちゃんにはまだまだこれからいくらでも時間があるからね。ずるい大人の言葉には騙されないよ。こうなったら早い者勝ち。ある。私、スコンボを工場ごと欲しいね。僕、おつーちゃんのヘアバンド。
じゃ、俺は可愛くパフェとか言っとくか。10年分な。欲深いところが全然可愛くない。くしゃみしてもらうのは僕だ。いや、私ある。俺だ、俺、俺、俺。私が一番最初ね。何言ってんだ。こういう時には日本の美しき伝統、年功序列ってやつだよ。キリがないから、一番最初に誰にかけるか、ソラ君に選んでもらいましょうよ。まあそうだな、くしゃみするのはソラだしな。あっちに選んでもらうある。よろしくお願いします。やった、きっとソラ君は僕を選んでくれると思ったよ。早速くしゃみして。くしゃみ。おいおい、まだ一人目だぞ。諦めてどうする。そんな子に育てた覚えはないね。育てられてないからってツッコミ入れるよりも、今はとにかくくしゃみだよ。頑張れ、ソラ君。仕方ない、あの手を使うか。決まってんだろ、故障だよ。じっとしてろ、ソラ。今、頭から故障をぶっかけてやる。バサミで鼻をつまむのも効果的あるよ。そういえば、太陽を見るとくしゃみ出るって言いますよね。鼻から牛乳出せばいいんじゃないのか。豆電球を通してイルミネーションにする。ある。頼もう。ん、なんだ。新選組の近藤だ。邪魔するぞ。同じく山崎です。なんだよ。海運くしゃみ道場、ズバッと言うわよ。だったらまだオープンしてねえぞ。いつの間にそんな名前。え、違う違う、そんなことで来たんじゃない。プレならあっちあるよ。あー、すまんな、最近トイレが近くてな。お宅のトイレってお尻洗えるタイプだと嬉しいんだけど。え、違うっしょ局長。あー、そうだっけ。あ、そういえばトイレにも行きたかったかなとか思って。あとにしてくださいよ。ここに来た理由は例の証拠物件のことでしょ。ああ、そうそう、そうだったな。証拠物件？新しいラーメン屋か？いくらなんでも無理やりすぎですよ、それ。実はな、先ほどパチンコ屋の上にある上位浪士のアジトに対し手入れを行ったのだ。その際、浪士どもが暴れたせいで重要な証拠物件が窓から散らばってな。慌てて拾いに行ったら、すでに消えていた。目撃者の話じゃ、どうやら旦那たちが拾ったらしいじゃないですか。心当たりありますよね。知らない知らない、小銭なんて拾ってない。
お父ちゃんのプロマイドなんて持ってないです。引っかかったな。俺たちはさっき証拠物件としか言ってないのに、どうして小銭とブロマイドだと分かった。おい新橋、おめえのせいでバレたじゃねえか。どうしてくれんだよ。最初に小銭って言ったの銀さんじゃないですか。仕方ねえな、このまましらばっくれとくか。こいつらバカだからそのうち騙されて帰るよきっと。ちょっとちょっと、聞こえてますよ、バッチリそれ聞こえてますよ。そうだぞ、そういう話はせめてひそひそ声でやれよな。傷ついちゃうだろう。いや局長、そうじゃなくて。まあいいや、とにかく重要な証拠物件なんすよ。返してもらえますよ。しょうがないですね、わかりました。ということはソラッチのくしゃみはただのくしゃみだったあるか。とんだ期待外れあるね。やれやれ、空にはくしゃみ引っ掛けられるし、客は来ないし。何かいいことはないかね。こう宝くじがでっかく当たるとか。こんにちは。あれ、キャサリンは？ああ、今買い物に行ってもらってるんだよ。あ、そう。はい、これお土産。まあ、パチンコの景品のチョコレートだけど。おや、景品ね。今日は珍しく勝ったのかい？ああ、オタ君とこのソラ君のくしゃみのおかげでな。ソラのくしゃみ？そう、今日一日どん底だった俺に、あいつがくしゃみをかけてくれてな。そしたら一気に勝ち出しちゃって、こんなに勝ったの久しぶりだぜ。2年分は超えるな。まさかそんな夢みたいな話あるもんかい。本当だって、さっき銀さんたちもソラ君連れて特訓するとか言ってたぜ。金儲けするんだと。ん？そういえばさっき、あ、どうかした？悪いけどちょっと出かけてくる。留守番頼んだよ。おい、ちょっとどこ行くんだ。ひとっ走り宝くじ買ってくる。今あの人に声をかけたって無駄というものよ。あら、忍びなんだからこれが普通よ。そんなこともわからないなんて、まだまだお子様のようね。私は一目で見抜いたわよ。見てわからないの？
あのぼんやりした瞳、挙動不審を絵に描いたような足取り、意味深な手元の写真。それはつまり恋よ。どんなに年を重ねても乙女心は不変なの。あれは恋に身を焦がしている姿そのものだわ。そう、銀さんもまた恋をしているの。そのおぼつかない足取りが向かう先は、わたし。ああ、行っちゃった。おや、今日は生ゴミの日だったかい。何言ってんだ。店の近くだと近所から苦情が来るじゃないか。今日は収集の日じゃないんだから。けどここで寝そべってるこの女はちゃんと回収されるかね。粗大ゴミになるんじゃないか。せめて燃えるゴミ扱いでお願いするわ。草冠の。あら、知らないの？ゴミのように扱われるエクスタ。お登世さんがどうしたって？おかしくなんかないわよ。恋に身を焼き焦がす乙女なら誰だってああなるわ。恋なら焼くより刺身の方が好きだね、私は。お登世さんが？相手は誰なんだい。そういえば、今朝店で見かけたとき、写真眺めてため息ついていたね。なるほど、そういうことか。だったら話は早いね。その写真の野郎をとっつかまえて、二人きりにしてやるだけさ。あとはお登世さんが好きにすればいい。煮るなり焼くなり蒸すなり、私はやっぱり刺身だけどね。まずはターゲットの確認ね。あら、情けは人のためならずよ。巡り巡って私の恋もまた一歩前進するの。ただでさえ追い楽の恋なんて難しいんだから。だからせめてやれることはやって素直に諦めましょう。そうよ、ひどいよ。お登世さんにはちゃんとメイドの土産を持たせてあげたいよ。さて、ここからが本番ね。空、出番だよ。